学校では学ぶことのできない教養を身につけてもらうことなどを目的に、夏休みの中学生を対象に川勝知事が特別授業を実施しました。この授業は県が日常生活で触れる機会の少ない一流講師の講義を,講義を提供する未来を切り開くドリーム授業の一環として開かれ、 県内の中学1、2年生30人余りが参加しましまた川勝知事は教壇に立ち世界遺産登録から10周年を迎えた富士山を例に関連する歌などから日本文化のルーツを説明富士山は文化遺産として万人の宝として選ばれた日本の国土の象徴などと話しました子どもたちは知事の授業に メモをたりな知らなかった取り組みとかっていうのを改めて知ることができたっていうのはとても、えっと、いい機会になったんじゃないかなと思います。もっともっとあの本当はですねやり取りするべきだったんですけどこれを踏まえてもう一回ぐらいやるとねバンバンできるんじゃないかという気がしますので僕の方がもう一回やりたいなという感じです。